こんにちは、高萩のりとしです。年末も配信をご覧いただきましてありがとうございます。プレミア配信で今日もお届けしていきます。今日3つお伝えしたいことがありまして、サービスとは直接関係ないんですけども、2023年風の時代に大きく転換していく中で皆さんと共有したい話題があります。一つはね、今ちょっと飛び込んできたというほどではないんですけども、 LINE を見ていたらですね、 Facebook か、 Facebook を見ていたらですね、昔々、今からもう23年前、会社を作った年かな、私が一番最初に講演会というのを企画していただいたのが、バリアフリーの旅を作るっていう本を出版した時の、編集を担当してくれた古い友人がいるんですけども、この友人が出版記念講演みたいなものを企画しようって言って、でその旅館さんを集めて、大きな総会をやる時の基調講演に呼んでくれたんですね。セッティングしてくれたんですね。もう本当に、キックオフとしてね、感謝してるんですけども、でその時に彼非常にクレバーで、頭が良くて、講演料なんか取るべきじゃないと、ただこの本を一冊ずつ配るべきだって言って、その主催者と交渉してくれて、講演料はいらないからこの本を買い上げて参加者に配ってくれないか。でその時に出会った旅館の経営者の方とね、今はもう何人もお付き合いがあって、で、私なんかまだ当時35歳の若造ですからね、旅館の経営者の人たちから見たら、なんだこの若造はって思ったと思うんですけど、で、ましてやバリアフリーな話なんで、旅館さんが一番、当時としては聞きたくないネタだったと思うんですね。まだ、宴会需要なんかもいくらでもあったでしょうし、でもそんな中で、ある旅館さん、バンダイ熱海温泉の喜楽屋さんというところ、村田さんという社長さんなんですけども、この方がですね、妙に私にシンパシーを感じてくださってですね、それから連絡をくれて、で何回か遊びに行ったんですね。お客様を連れて泊まりに行ったことはないんですけども、非常に今、ユニークな方で、若い頃もバックパッカーで世界中を回ったらしくて、で日本にはそういう若者が一人で気楽に泊まれる宿がないっていうことで、で、高揚館喜楽屋、もみじって書いて高揚館喜楽屋さんって言うんですけども、お父さんの代から代替わりした時に、いわゆる宴会型の旅館をやめて、規模としては中規模なんですけども、宴会場を潰して、でもうそういう宴会料理を出すのをやめてですね、一泊朝食付きの旅館っていうのを今から25年ぐらい前に始めた、日本初だと思いますね。旅館なのに夕食を出さないっていうね。でも夕食を出さないっていうのは、海外の B&B、 ベッド&ブレックファーストなんかではごく普通のことですけども、日本の旅館って必ず夕食がつきます。でその理由はただ一つ、夕食を出さないと単価が上げられないので、あらりが取れないからなんですね。で、旅館って実は設備に非常にお金がかかって、大浴場を沸かすのだったらボイラーですごいお金をかけてメンテナンスしないといけないんで、旅館自体は例えばそうだな、一泊2万円の宿があったとするならば、その食事に我々は当然重きを置く、温泉は入れて当たり前だと思ってますからね。でも実はそちらのメンテナンスって結構ランニングコストがかかって、食事って粗利が取れるんですよ結構。なので一泊二食付きにしないと旅館としてはなかなか経営が成り立たないんですね。社員さんも結構抱えますのでね。だけど一泊朝食付きにするって言って、当時ねシングル、一人部屋に泊まって、一泊朝食付きで6500円から8000円ぐらいの値段でやってたと思うんです。でホームページに非常にそのルールみたいなことが細かく書いてあって、で、要はね、お客様は神様じゃないみたいなことが結構書いてあって、ルールとかマナーをちゃんと守ってくださいねっていうことが書いてあってですね、面白い社長さんだなと思ってたんですね。で、私の YouTube ね、まんべんなく見てくださってる方は、上司が出て絶対にやってはいけないことっていう10万回以上再生されてる動画の中で実は村田さん出てくるんですけども、それでも夕食をね外に食べに行くところがないので、できる範囲で作りましょうと。ただ料理長とかも置かないで、社長さん自らがエプロン着てね、フライパンでできる焼肉定食とか作ってるんですね。で、お膳みたいな、消化道弁当みたいなの、当時ね3000円ぐらいのが一番高い料理ですよ。私は十分だと思いますけどね。だけど皆さんね、一泊朝食付きの旅館に泊まると結構ね、焼肉定食とかね、ラーメンとか食べてるんですよ。それでいいじゃんみたいな、そういう人たちが集まってくるんで
ですね。だけどある時そのなんだっけな、あのそうそうクレームが出ちゃった、まあ、その食堂でね。でなんかお客さんが烈火のごとく怒って、社長出せって言って怒ってると。でそのまあアルバイトの男性君だったと思うんだけど、社長すいませんお客さん怒らせちゃいましたって言って、まあ、社長呼びに行ったら、まあ、村田さんがエプロンで手を拭きながら出てきてね、エプロン姿で、私が社長ですが何かって。でもなんかすんごい怒ってて、もうこのやつやめさせろとかって言ったそうなんです。でも村田さんはね、いやいやいや、社員を辞めさせる権限はお客様にありませんと、それは私が決めることです、で辞めさせませんって言ったらしいですね。でこの宿泊まれるかってガオーって怒ったらしくて、あの、まあ、どうしたかっていうと、分かりました出口はあちらみたいな、もうちょっと丁寧に言ったと思うんですけども、まあ、そういうことであればあの私どもお泊まりいただく必要はありませんのでって言って、近隣の旅館もね予約して差し上げて、そちらに動いていただいたっていうね。で、あのそれだけ言うとね、またいろいろコメントでもね、しでかしたそいつが悪いに決まってんだろうとかって入っちゃうんだけど、まあ誰がいいか悪いかは別にしてね、で、まあ、骨がある社長さんだなと思ったんです。一本筋が通ってる。でも何回か遊び行きましたけど、村田さんの哲学ってすごいご立派でね、あの何しろ 夕食の宴会料理もね、半分以上がゴミになって残飯になって戻ってくる。あの宴会場でもうビールとか鍋とかをバケツにこうやって入れてくらしいんだけども、こんなことやってたらいつか罰が当たると思ってたんですって。その先代の社長さんの時に働いててね、で自分が代替わりした時にもうとにかくこんな地球に対して罰が当たるようなことをしたくないっていう、ただただその一念だったっておっしゃってて、もうほんと立派だと思いますよ。やっぱね、あの日本はね、廃棄ロスってね、やっぱね SDGs とかどの口が言ってんのって感じですよね。そう、社会全体の風潮としてね。で、まあ それは前段の話なんだけど、村田さんがね、事業売 M&A で旅館を売却しましたっていうことがね、年末のご挨拶で上がってて、いやー潔いなと思ったんですね。もう何代と続いてる、もう自分が何代目かっていうね、もう代々続いてる旅館を自分の代で売却しちゃうんですよ。普通、まあ、息子さんになさるかちょっと分かんないけども、息子さんにつながらなかったのかちょっと分からないんですけども、普通ね悪あがきするじゃないですか、自分の代で止めちゃいけないとかね、なんとかって。でも、もうね1年以上前から計画してたんですって。でなんかあれ M&A を相談できる登録センターみたいなとこあるんですかね。でそこに登録してて、で、まあ、旅館の中に自宅みたいな機能があったのを全部外に出して、で来年100歳になられるお母さんまだご健在なんだけども、泣く泣く施設に入ってもらい、でもそういう形で、まあ、無事に、とてもいいオーナーさん、もうこんな旅館業なんて衰退してる中でね、買ってくれる社長さんに感謝感謝って言ってて、で、まあ、しばらくは相談役で残ることになりましたって報告だったんですけど、この引き際の見事さも村田さんだなと思いましたね。で、私に同じことができるかっていうと、私自分で会社作ったじゃないですか。いつか閉じた方がいいと思うんですよ。閉じた方がいいと思うので、それはやっぱり時の流れの中でね、なんかね、継続することが目的化するって本末転倒じゃないですか。今まで20年かかってたことがもう2年3年で変化するような時代が来てる時にね、例えばレコード針で音楽かけたレコードが、まあ、MD なんてものができて CD になりましたなんていう時に、あとカセットテープ、カセットビデオだっけね、なもう SD カードになりましたとかっていうのに、まあ、20年ぐらいかかってるとしたら、多分電気自動車なんてものがもしかしたらあっという間に世界中を埋め尽くすかもしれないし、この iPhone だってできて20年も経ってないわけじゃないですか。でそんな中で、そのなんだろうな、日本ってやっぱその老舗100年以上の企業がすごく多いっていうのは世界的に言って非常に稀有な存在で、素晴らしいことだと思うんです。で京都の老舗企業は変化してるから生き残れる、任天堂みたいにね、変化してるから生き残れるっていうところもたくさんあるんだろうと思いますけれども、事業の継続性そのものがカチッという時代は終わったんだなって、村田さんの事業売却の話をね、まあ、伺って、いやいかにも村田さんだなっていうふうに感心した次第です。
でも雇用を守りたかったので、このままの条件でね、営業形態で買ってくれるところを探していたっていうことなのでね。でも多分喜楽屋さんは料理部門にそんなに重きを置いてないので、過剰に人を抱えてないと思うんですよ。代替わりした時に一番大変なこと何でしたったら、料理長に辞めてもらうことだったっていうね。もうこれね、旅館さんあるあるなんですよね。料理長さんってもう支配人なんなら社長よりも力が強いので、まあ、昔はね結構、まあ、やばい話もたくさん聞きましたけど、まあさすがに今そんなのないと思うんだけれども、でも料理にこだわるのは大事なんですよ。でも料理へのこだわりっていうところにお客様が集まってくるっていう世界観が一つと、もっとカジュアルに旅したいって思ってる人たちが、これから若い人たちを含めてどんどん増えてきますのでね、旅館さんは正念場で、村田さんは今も70代どうだろう後半でいらっしゃると思いますけども、なんかね、発想は非常に若々しくて、まあ、クレバーでいらっしゃるなというふうに思いましたね。村田さん大変お世話になりました。これからもお元気でお過ごしください。ということでね、その話どうしてしたかっていうと、まあ、今日簡単に2冊本を紹介したいと思っていて、前も紹介したんですけどね、Die with Zero っていう本なんですね。まあゼロで死ねと、死ぬ時は何にも手に持つ必要なんかないんだっていう本で、私はそもそも捨てるほどのものを持ち合わせてないので、まあ、割と身軽な人生なのでね、まあ、こういう本がしっくり入ってくるんですけども、今ね権威欲とか名誉とかお金、まあお金はある程度資本主義経済で生きていく上で必要かもしれませんけども、なんかその付加価値とかいうもの体中につきすぎてわけわかんなくなった時に、ね、こう肥大化していくわけじゃないですか。なんかメタボになっていく。で、私が主催している競争メンバーはダウンサイジングだと思っているんだけども、そのダウンサイジングってものをずっと進めていこうと、私自身そうしてますけども、する中でね、私は割とその、まあ、死の恐怖がないかっていうと分かんないけども、でも死ぬ時は一人だし6本線以外持っていけないんだよなって思ったりもするわけですよ。だからまあ最後缶分けの中にこれとこれ入れて焼いてねっていうぐらいの話のイメージは持っておきつつ、別に痒みをいらないし、立派なお葬式出す必要もないし、私はこの YouTube というものがね、世間様にご迷惑でなければ生きた証として残せるだけでも自分の財産としてはね、語り継いでいけるかなと思っているので、やっぱりね、こう本当の意味で人生を豊かにするっていうことは、なんか肥大化していくことじゃない。昔はやっぱね、事業を拡大するとか売り上げが10倍になるとかっていうことが人生の価値っていう人たちもいたと思うんですけれども、でもね、皆さん人生にとって一番大事なことって何だと思います？この本に書いてあるんだけど、これ44ページに書いてあるんだけどね、人生で一番大切なことは思い出作りって書いてますよ。どれだけの思い出を積み重ねていけたかだと思うんですよ。本当に小さなことですよ。例えばそうだな、どこかの旅先でね、とっても美味しいな大福屋さん見つけて、そこのおばあちゃんと立ち話したとかね、そういうことだと思うんですよ。そういう瞬間瞬間が走馬灯のようにね、思い出とって積み、でまあご家族がある方はね、子供が幼稚園のかけっこで転んじゃったとかね、なんかそういう話を積み重ねていけるかで、まあ、特にまあ私はあんまり真剣に仕事をやってない側の人間なので、お前余計なこと言うなって言われるかもしれないけれども、これもう本当にいつも思うんだけど、私も今アップル製の iPhone にお世話になってますけども、スティーブ・ジョブズが若くして亡くなられる時、最後もう管につながれてね、50代で亡くなられてるんですよ。世紀の発明をして社会を変革しても家族の時間を持てなかったと、もう後悔しかないって言ってスティーブ・ジョブズは死んでいったんですよね。だからあれだけのね、歴史に名を残した人も幸せじゃなかった、思い出を作るのを忘れてた、忙しすぎてって言って亡くなっていくわけですよ。だからぜひね、皆さんも自分にとって何が一番大事なのかっていうことをこの年末年始振り返っていただいてね、年明けはね、その自分が本当に大切にしていることの優先順位に正直に生きていただきたいなと思います。もう一つはこれも何回でも紹介しますけど、ゆっくり急げ、これは影山さんというくるみ堂コーヒーという
カフェの店主の方でいらっしゃいますけども、私本当にこの方が好きなのはね、カフェから始まる人生を、あ、人だ、人を手段化しない経済。今の資本主義経済っていうのは人を手段、駒として扱ってるんですよ。こうシフトってよく言うけども、駒を当てはめてその駒をこう回すんですね。もうチャップリンのモダンタイムスの世界ですけども、24時間を8時間労働をかける3にして効率化して、そこに工員と呼ばれる人たちを当てがって、物を生産していくって、今から240年ぐらい前にやっていたことが今も面々と続いていて、人間は駒なんですよ。だから病気で休職したり退職したら次の駒をそこにはめるだけ。それがこの200年続いてきた世界中のね資本主義経済で、まあまあその中で、例えば物はエアコンが変えた、車が変えた、全自動洗濯機が変えたって言って幸せを感じてた時代もあり、それを否定するものではないですけども、でも今やっぱり物からもっと心に幸せの価値がシフトしてきてる中でね、自然の中で過ごすとか大切な人と一緒にいるとかっていうことに価値を人々が置き始めた時に、人が手段でいることの限界っていうのが今出てきてると思うんですね。なので人を手段じゃなくて、それぞれの人は人生の目的を持って生きてるわけですから、それぞれの人がその人らしく生きることができて、緩やかな集合体、コミュニティとか、サークルとか、組織とかいうものがその人を幸せにするために存在するような社会にシフトするために、今世の中が大混乱してるんだというふうに私は期待しています。今、去年から一昨年ぐらいからか、この年末にかけて、まあすごい嵐が吹き荒れてますよね。まさか自分の人生で生きてる時にこんなことが起きるとは思わなかったってことが次から次から起きています。そんな中で人間がね、捨て駒扱いされるような社会はもうさすがに終わりでしょうっていう海が今一気に可視化されて噴出してきてますよね。例えばツイッターでハッシュタグで教師のバトンなんて言ってね、文部科学省はね、教員という仕事に魅力をどんどんアップしてくださいって言ったら、現役の教員の人たちがもうふざけるなみたいなのを同じハッシュタグつけてね、文科省黙って引っ込んじゃいましたけど、いまだに教師のバトンってハッシュタグで、もう学校の先生方が思いが噴出してますよね。で、文科省はまだ無視して見て見ぬふししてますけどね。でも SNS 侮ったらいけないですよね。今はね、オールドメディアより力持ってると思いますよ。で、やっぱりね、動かざるを得ない時が必ず出てくる。そういう意味で SNS が我々一人一人の、こう YouTube もそうですけどね、手に渡ったっていうのは、この土の時代から風の時代のね、オールドメディアレガシーの人たちがもう賞味期限切れになってて、大きくこうシフトされていくとは言いつつも、 YouTube なんかの検閲が入ったりしながらね、今大混乱してますけども、必ずね、幸せな方向に着地していくと私は信じて、今日も一日大切に生きていきたいなと思っています。はい、今日の配信はこれぐらいにしたいと思います。大晦日のね、年越しライブのご要望がですね、なんか私が冗談半分で言ったら、皆さんも冗談半分で希望します希望しますって、来られてですね、で前言を撤回するわけではないんですけど、ね、年末年始の年越しカウントダウンはよく考えたら、私紅白とか見ない人間なので、起きてる自信がないのでね、ちょっと明日どういう風に配信するか、もうちょっと考えさせてください。何か皆さんにお使いする手立て、もしかしたらプレミア配信になるかもしれないですけど、プレミア配信もね、私も含めてチャットで参入できたりしますのでね、お暇つぶしに、ね、もし年末なんか紅白つまんないなとか、行く年来る年どうよっていう方はですね、そんな遅い時間に配信しませんけどね、なんか考えておきたいと思います。ではまた明日。